続いて、新興国通貨3ペア3通貨の解説を始めていきます。順番はいつも通り、メキシコペソ園から始めまして、南アフリカランド園、トルコリラ園の順番で解説をしてきますので、よろしければ最後までご視聴ください。今週の新興国通貨は、特に週末にかけまして、大きな上昇で1週間が終了した形でございます。 これはね、金曜日に発言がありました、パウエル FRB 議長の発言。これはね、ジャクソンホールで行われた形でございますが、アメリカのテーパーリング、これは緩やかに開始が始まる。まあ、年内にね、スタートするというような見通し。 そして、テーパリングが完了したからといっても、すぐに利上げが始まるわけではない。その時々の指標を見まして、利上げを開始するということでね。まあ、事前のマーケットに織り込まれておりました。もうちょっとね、早めのテーパリングのスタートと終了。そして、利上げもね、もうちょっと早まるんじゃないかというところからね、少しばかり、はとはよりといいますか、緩やかな金融緩和の縮小ということでね、これはドルが薄くなりまして、 そしてドルから他の資金に流れた、新興国通貨にも流れてきたというところでね、ペソを含めた他のランドやリラも上がってきたというところでございます。それではね、具体的に右側のチャート、こちらは1時間足を示しておりますが、約ね、1週間の時間軸のチャートでございますので、こちらを見ながらロングポイント等は左側のね、冷やしチャートを使って見ていきたいと思います。 えまずはね、こちら一週間振り返っていただきますと、週の前半は、えー、この緑色の点線ですね。えー、5.4円あたりを挟みながらうろうろ。 そして、火曜日から水曜日にかけて、一旦ね、この5.44付近まで上がる場面がありましたが、パウエル議長の発言の前にポジション整理もありまして、少しばかり調整。また、5.4円付近に戻ってきたというところでございますが、冒頭にお話ししました、パウエル議長の発言。まあ、テーパリングが遅いというようなね、ところを受けられまして、ドルからペソにも流れまして、こちらはね、1週間の高値付近で終了した形となりました。 まあこういったところであればね、えー、なんとか下げ止まりが見えたというね、一週間でございますので、えー、今後のロングポイント、えー、ショートの方はね、特に私新広告通貨ではお話をして、えー、推奨はね、しておりませんので、全体の地合いが悪いところ、全面的にね、円高が進んだところで、えー、レバレッジをかけずに拾っていく。まあこのようなスタンスからね、えー、この冷やしを使ってロングポイントをね、えー、見ていきたいと思います。 今ね、5.44付近まで戻ってきたということで、まあ、5.4円ぐらいで下げ止まり。5.4円というのは、まあ、直近下げ止まった前にですね、レンジ相場がこちらが、4月からね、5月にかけてありましたが、ここのサポートラインもありますので、最終的にはね、サポートが5.4円という切り板のところ、過去のサポートもあって、なんとかね、跳ね返ってきたというところでございます。そして、この4月以降ですね、大きなレンジという意味では、 下は5.3円、上は5.6円というね、この赤い全体的の、ね、枠の中に収まっているということで、まあこの中でね、推移するのが当分続くだろう。そういったところから行きますと、先にお話をしましたサポートラインの5.4円。 そして、4月以降ですね。4月以降の安値であります5.3円。まあ、こういった5.4や5.3。このようなところでレバレッジをあまりかけずに全体的,全体的に地合いが悪いところでロングを拾っていく。まあ、このような考え方がよろしいかと思いますし。あと、具体的には移動平均線を超えた5.5円付近でですね、そのロングポイントでロングを取ったポジションを決済していく。このようなスタンスでよろしいかと思います。 えー、そして5.4円はね、もちろん割り込むこともあるかと思いますが、えー、5.3円というのは、えー、ちょっとね、点線に比べて実践でね、比較的大きめなサポートと見ておりますが、えー、この4月以降の、えー、安値付近、えー、そして、えー、さらにね、先、えー、遡ってみますと、今年に入ってからのレンジ相場1、3月はですね、下は5.0円から上は5.3円。 この5.3円ね、ことごとくレジスタンスをね、食らっていたということで、過去のレジスタンスラインはサポートラインになりやすいということで、まぁ、あ、5.4円もね、非常にサポートとして機能しやすい。 え、よってですね、5.4円や5.3円、こういったところを少しばかり待ち構えてロングを取りつつ、5.5円を上回ったところ、もしくは移動平均線をね、上回ったところ、こういったところでね、ポジションを整理しまして、キャピタルゲインと保有期間中のスワップ金利、スワップ金利はね、おまけみたいな感覚で得ていただく。こういった形でね、メキシコペソの方は進めていただければと思いますので、引き続き5.4と5.3ですね、このあたりを意識した ロングを拾っていくポイント、レバレッジはかけずにというところをね、えー、考えていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、えー、以上でねメキシコペソ円の解説を終わりまして続いて南アフリカランド円の解説に入っていきましょう。はい、えー、まずはね右側のチャートランド円の一週間の時間軸でございますがこれはね先ほど見ていただいたペソ以上に上げている。 ペストの方はね、アメリカと隣の国ということもありますんで、少しね、ドルが弱いところに引っ張られましたが、南アフリカランドの方は順調に回復といいますか、伸びていった。そして特にね、パウエル議長の発言で7.4円をぶち上げたというところでね、まあ絶好調に戻っていった1週間でございました。そして、ロングポイントに関しては、やはりね、この冷やしチャートをご覧いただければと思います。 こちらのね、赤いところが、今のね、メインレンジと見ておりまして、上は7.6から下は7.2ですね。7.2は今回の下落で、まあ、オーバーシュートは起きましたが、まあ、ほぼ止まったところの切り板。そして上方向はね、7.6円というのは、前もね、含めまして、レジスタンスが入っているというところで、まあ、この7.4円を中心としました、プラス、マイナス、0.2円ずつ。まあ、このレンジがメイン相場と見ております。 今はね、7.45というところで、移動平均線もね、超えるような上昇となりまして、そして、こちらの移動平均線24に関しては、今までの右下下がりから、今回ね、V 字に回復してきましたので、しっかりとね、このあたり角度が緩くなって横ばいになってくる。ということであればね、また調整も多少入ると思いますが、ロングポイントに関しては、7.4、7.3、7.2。過去ね、こういったサポートや7.3もね、 遡ってみまますすと過去ののダブルトップのレジススタンンラインもありますそして、7.2円は直近のサポートラインと、あとその前にもね、やっぱり0.1円刻み、7.2円のところではサポートが入っていた。まあこういったところでね、ロングをちょこちょこと拾っていく相場でよろしいかと思います。 よってですね、まあ、このような形で、このあたり、うろうろしておりますと、移動平均線も横ばいになってきますので、まあ、本格的なね、ロングが取れるかどうかは、またね、もう少し時間の経過を待つということでございますが、今は、やはり全体の地合いが悪いところ、調整が入ったところ、具体的にはね、7.4円、7.3円、7.2円、こういったところでね、ロングを仕込みつつ、まあ、こちらの、レンジの上限であります、7.6円を上限としまして、まあ、ここのね、上限付近まで戻ってきたところ、 でキャピタルゲインを得るような利確、そしてその間の保有期間中にしっかりとねスワップ金利を受け取っておまけとして受け取るまあ、こういったところがねよろしいかと思います ちょっとね、どこまで下がるかわからない相場でございまして、一時はね、8.1円超えから、どんどん下落相場ということでございましたが、今回のね、この金融緩和の縮小の、に対する、パウエル議長の見方ですね。こういったところから行きますと、大きな崩れはね、そうそうないかなというところが想定されますので、7.4円、7.3、7.2。まあ、破ったとしましてもね、7.0でも買い増しできるような、余裕を持ったレバレッジでね、ロングを仕込んでいただく。そして、7.6円に近づいたところで、 でえー、ここはね、理覚ポイントとして見ていただければ、えー、大怪我はね、しないかなと思いますので、まあ、相場には絶対はございませんが、現段階では、えー、このようなレンジ相場、そして、えー、下の方で拾って、上で、えー、これは、ポジションを解消する。まあ、えー、当然のことでございますが、ある程度の目処が見えてきましたので、えー、皆さんのね、相場感もあろうかと思いますが、一つのね、意見として参考にしていただければと思います。 はい、えー。以上でね、南アフリカランド円の解説を終わりまして、えー、最後にトルコリラ円ですね、えー。こちらの方も上がってきましたので、えー、ロングポイントを中心に解説をしていきたいと思います。 はい、トルコリラにね、チャートを映して,て、映させていただきまして、まず1週間のこちら値、ね、動きに関しては、ランドとね、同じようにトルコリラ上がってきた形でございます。特に、ね、注目すべき点は13円ですね。ここは今までレジスタンス、先にね、冷やし見ていただきますと、こちらですね。 回回と上でで跳ね返されていいた13円のラインでございますが今回は明確に抜けまして、冷やしベースでもしっかりと実体ベースで抜けてきたということでね、今回13円を抜けたというのはトルコリラをロングしようと思っている方には明るい材料かなと思います。まあ、トルコに関しましてはね、ちょっ と、えー、エルドアン大統領の発言リスク。まあ、利下げをしたくてしたくてしょうがないというね。まあ、インフレ率は非常に高いんですが、利下げをしたいというね、えー、エルドアン大統領の意向がありまして、少しそういった発言がある時に一気に下げてしまう可能性がありますが、まあ、一旦はね、えー、その懸念は払拭されているというところでございますね。 そして、まあ、このように順調に13円を超えてきたというところ。そして、いつも通りね、お話ししているのが、まあ、12.5から13円の、このね、赤いレンジに関しては、まあ、あまり動きがないというところでございますんで、ポジションを取るのは避ける。そして、13円を超えたところ、今までは上髭で戻されてしまいましたが、13円の上側に顔を出して、今度は13円の上側でサポートが入った場合、 具体的には平均足が今陽線の赤色でございますが、これが水色、青色ですね。青色の陰線から陽線に、いわゆるサポートが入る。これが13円付近、もしくはその上側で起こったところでしっかりロングを取りましょう。これはね、兼ねてから言い続けておりましたが、そのタイミングが近づいてきたからというところでございます。 もちろんね、今後、この陰線から要線13円以上で起こった場合はロングを取りつつ、ただトルコリラに関しましては、そのエルドアン大統領の発言のリスクがありますので、こちらのレンジの12.50、これを下回った時には、損切りは明確に入れておきたい。ここはね、厳守していただければと思います。 大きくね、割り込んでしまうところもありますし、ま、市場最安値ね、これ見ていただきますと、こ、この部分ですね、週足まで伸ばしましたが、多少反発したとしましても、週足のところで、去年のこれは11月ぐらいかな、で、12円ぐらいで市場最安値をつけておりますが、この12.50を割り込んでしまった場合は、一気にね、市場最安値をアタックするような、投機的な売りが出てくると思いますんで、ここはね、しっかりと損切りを入れておくべきかなと考えております。 よってですね、元の解説チャート、冷やしチャートに戻っていきますが、たとえロングを取ったとしましても、この12.50、レンジの加減を割った時には、これは損切りを入れる。これを守れる方のみね、13円の上側で陰線陽線でサポートが入った時にロングを取る。まあ、こういった考えを持ちつつ、ロングをね、注意深く取るような準備をしていただければと思いますので、皆さんの相場感とともにね、参考にしていただければと思います。 はい。え、以上でね、トルコリラ含めました、新興国通貨3ペア3通貨の解説を以上といたします。まあ、今回ね、私のある程度のね、ロングポイントをお話ししておりますが、まあ、あくまでもね、投資は、投資、投機は自己責任ということでございますんでね、まあしっかりとそのあたりはね、まああまり過信せずに一つの意見ということで、最終的にはご自身の判断で、ポジションをね、取っていただくことを推奨させていただきますんで、よろしくお願いいたします。 えー、この他にもね、先進国通貨の動画もこの土曜日、日曜日にね、えー、アップしておりますので、えー、もしご興味ある方はご覧ください。えー、新興国通貨の解説は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。